サバゲーニューマシンで初のサバゲーですね。汚したら殺しますから。嘘嘘。朝ごはん、皆さん準備終わったみたいですね。なんでしょう、人のお店が移転しようがなんだろうが知ったこっちゃないっていう皆さん、ほっといて、おはようございます。はい、それで、まあ、日頃そういったはけ口のない皆さん。まあ、いや、どくときやめろ。今日は16人参加ありがとうございますと、募集の動画で、後半の方に軽くレギュレーション説明しましたけど、あ、それ俺見てないやっていう方いますか。あじゃあ30分ルール説明の時間だ。気をつけていただきたいことを説明していきます。打たれたら大きな声でヒットという、でその後も、ヒットされたというジェスチャー、これをすることによってもう余計に打たれることがなくなるという。ここはセーフティーで、そちらが実際戦うところがフィールド。そのフィールドに入った時点で必ずこうゴーグルをつけて外さない。フィールド内では必ずゴーグルを着用ということですね。他にこれは言っといた方がいいんじゃないかっていうのありますか？ない。おしまい。はい、フレンドリーファイヤーってどうしますか？フレンドリーファイヤーは、仲間を撃ってしまった場合のことを言います。それは、ちゃんと、許してもらうまで謝るしかない。今日は、こちらの宗主君、みゆうさん、ハネムーンサバゲーおめでとうございます。ありがとうございます。あと、平橋さん、チーム分け OK ですか？できました。はい、ありがとうございます。じゃあ、赤チーム、あ、黄色チーム発表しましょうか。あ、そうですね。はい、今から、名前呼ぶ方と、色分けを発表しますんで、次、格好して聞いてください。はい、私、赤です。見れば分かります。チームの皆さん、準備いいですね。はい。それ下げてください。そうそうそう。嘘。じゃあ黄色チームの皆さんも準備良さそうです。はい、赤チーム。あれ、宗主君、カウンター戦って知ってる？いや、全く。そうだよね。教えない。嘘嘘嘘嘘嘘嘘。はい、お待たせしました。よーい、スタート。はい、皆さん楽しくたくさん打ってください。はい、どんどん前出て打った方がいいですよ。楽しいですよ。打たれちゃった。じゃーん。はい、カウンター戦をやっております。はい、お帰りなさい。はい、撃たれちゃった。はい、あと10秒。はい、赤チーム、今回はさっき負けちゃったので今回頑張ってください。スタート。だだだだだだ、すげえダッシュ。大御所は最後に出てく感じですかね。すごいな。すごいですね。奥の小屋の左側にいます。はい、うん、もうなんかそれどころじゃない人が一人ですけど。頼む。ちょ作戦に参加してください。今作戦中ですから。はい、こちら田中健さん。あら、耳打たれちゃった。あ、大丈夫です。これ鉄猫くん。うん、こちら今回初のノブサバゲーさん。
この人はおかひじきさん。今いくつ？14です。はい。はい、赤チーム今15です。え、どうしたの？ひろやすさんにやられたの？いや、敵にやられたんですけど。あ、そうなんですか。はい、はい、来た。2、1、はい、終了。それじゃあセンターカウンター戦、用意、スタート。お、みんな入ってた。みんな入ってた、みんな入ってた。はい、みんな入ってた、みんな入ってた。すごいね。みんな入ってってさ。すごい、みんな一緒に動くんだね。あのチームプレー的なのはないんすかね。はい、このセンターの小屋に置いてあるそれぞれのチームのカウンター、それをみんな押しに入ってくるわけですね。カウンターが今度は多い方の勝ちですね。みんなまっすぐこう小屋に入っていくから、こうやってこう周りであえてサイド側からサポートというかな、援護するっていうチームプレーですね。黄色チームが14、赤チームが21。おお、赤チームの勝ちだな。